はい、どうも皆さんこんにちは。コウスケです。理事長です。はい、え、マシュマロ降臨ということでね、今回はこの光カーリーのパーティーで回っていきたいかなって。育成がね追いついてないですけど、嘘つけないとめんどくさかっただけだろ。これあんだっけ、いや、ちょっとあのブーのスキル上げとか、いや、ブーのスキル上げしてる暇あったらこいつの年上げる、99歳にする時間21歳で年取る行こうかなと思って、まあ青電話緊急回避っていうか、月ブー要員で入れて、まあ光カーリーのうまみっていうか良さは水やみ入れちゃえばあとなんか適当に、確かに、もうそこに青電入れとけば、うん、あとは自由なっていうところがいいと思います。で、結構気になるのが、はい、右から3番目のおじいちゃん、このおじいちゃんめっちゃ強いですね。これあの新キャラの中で結構強いな。あれっすよ、いや僕ね、あの持ってなくて、持ってないですか、レイ、あの光はねレイしか持ってなくてさ、あでも確かにさ回復タイプだからか、バインド回復ついてて列回復、自身がバインドされないで、この子列回復持ってんの、持ってってドロップ延長2個ついてて、でこのブレイクタイム、うん、ブレイクタイムですよ。しかもこのスキル持ちでコーヒー飲める時間があるとか言ってたんで、中央1列回復強いですよ。強いね、だって自分でねもうバインドを回復しますっつって、しかもカチカチつく、あバインドを回復させる時間をとらってくれってやつ、すごいこいつお得なモンスターだと思うんですよね。これ297ありだな、あの多色のこれ全然297ありだと思いますよ。これ強いね、うん、なんか結構チェスターとかの、うん、でなんか影薄くなっちゃったかもしれないですけど、これめちゃめちゃ強いです。このおじいちゃん強いな。これ結構壊れだと思います、ね、じゃあ一個これで、おじいちゃんであの光のね吸収がいるんで、あなるほどね、そこをさっくりぶっ倒していこうっていうことで、光ラーカーパズル苦手なんで延長を一応つけて、はいはい、光ってさ、光カーリーはさ、はい、操作時間延長何個だっけ ?1 個か。その代わりに2体攻撃っていうか2個ついてて、スキル持ちで封印持ってて、うん、強いね。でじゃあ操作時間延長が5個ついてから 6.5 秒パズル、いってらっしゃい。これなら僕でもクリアできるかなと思うんで、いきます。1体がお、いい番組だ。マジですか、これが嫌だよね。これが本当このさ高速をね、ちょなんか邪魔にしてるよね。できますね。まあでもさ、これさもう光しょっぱなからさ、どうせさニクロアでスキルため直すから小太郎もありだろうしさ、ニクロアで最初デーモン倒すとに小太郎もってありだよね。じゃあこれやってみますか。行きます。うん、行きます。普通に組んじゃっていいんですか。うん、普通に組んじゃっていい。うまい。いやこれ本当にうまい。めちゃめちゃ強い。8コンボ。うまい。これあの気のせいですよ。理事長うまいな。やっぱり100番うまいわ。気のせいです。本当に。いや気のせいでもうめえわ。でまあ、ここでウォーターバインド着てもおじさんで回避できるし、あなるほどね、カチカチおじさん、カチカチおじさんと何ターンでたまるんだっていうか、うん、ウォーターバインド受けてる余裕ないよね。まあ回復6個あれば、そうだね、まあ、確かに、ね、カチカチ、あカチカチせずに、よし、あうまいなぁ、うん、2体攻撃回復だねえ。あ、やばくないこれ。バインドされたやん。え、これ光でもダメージ、もう回復作ってくんないでしょ。あ、ダメじゃん。ちょっと。回復作ってくんなかったっけ。あの闇カーリーだね。あ、闇か。作ってくれるの。すいません、にわかでした。NG ですね、これ。いや、わかんないよ、生きるかもしれない。あ、確かに。いや、生きないけど。スキブの量も間違えてる。一個足んないね。一個足んないね。多分あれだね、あの、いや、悪魔のところを、ほら、さっき俺がさ、小太郎にすればって言ったからさ、
そうだ、あれ入れてたってなんだっけ、コスケさんの罠だ、俺の罠っていうかあいつ絶対使わないやん。いや、あれ一応スキム要因、いやスキム要因でも変換が全くカーリーにこう影響しないからさ、光おじさんをどうしても入れるならなんかって感じか。したらウィルスラッシュ打ってこなければ、いや受け入れないでしょ、1万4000くるから両足で7800の通常攻撃、1万3000くらい受けれる、21歳のカーリーだしな、確かにまずちょっと若すぎんじゃない、で、回復に行ってこない、足りない、1個足んない、シルバッシュ、ああ感想、なるほどね、で、小太郎使えばよかったんじゃね、でもほら、もうバインドされてる、いや、違う、ネクロワでって、確かに、なんで使わなかった、はい、はい、はい、お願いします。